そうですね、まあ、まあ、2週間ぐらいその歌稽古と本読みにすごく時間を割いていただいて、でそれから、まあ、立ち稽古始まったのが、まあ、ここ3日4日ぐらいなんですけど、そのなんでしょう、すごく本読み内にいろいろとお芝居を聞いていただいたりとか、まあ、歌の、うん、ヒントをすごくいただいた状態で立ち稽古に入ったので、そうですね、まあ、すごく、まあ、探り探りですけど、そうですね、あの良いものにしたましたいという気持ちがあるので、少しずつですけど毎日何か使えているかなとは思います。今のところまで書けるところがないんです。そうですね、いや本当にでもすごくあの初主演というか、あの素晴らしい作品にすごくありがたくて、僕も本当に今後ずっと今の足の花束が代表作ですと言っていけるようにしたいなというふうに思っているので、頑張ります。まあ、もともとは松園サイエンとか浦井さんが演じられていて、別に、まあ、僕自身としてはそんなに何でしょう、違うことをやろうとかあまりそういうことは考えてなくて、まあ、純粋に本を読んで立ちて台本を読んで芝居をっていうこともあって、でそのきつく先にきついたところはもしかしたら、まあ、その全然、まあ、全然問題少ない人と違うことをやってるかもしれないし、でもその結果、まあ、同じところに行っているかもしれないとか、それはまあ分からないんですけど、そうですね、それは本番に入っても分からないかもしれないですね、僕が違う。でもまあやってる人間が違うので、もちろんその違った状態とかは知っているのじゃないかなと思います。